競馬 v の予想チャンネル始まります。さあ見ていってくれよな。なはい、どうも競馬 v でございます。はい、やってまいりました。絶不調の競馬 v でございます。はい、ちょっとしゃっくりも止まらないんですけども。とりあえず動画撮ってたらしゃっくりも止まるかな。そして、えー、不吉な、えー、連敗記録も止まるかなということで、クイーンステークス。 えー、箱立てで行えるメインレースですね。1800の芝ということなんで、正直このレース、えー、もらったも同然かなと僕は思っておるんですけども、まあその1頭というか3頭で僕は考えているんですけども、まあその3頭が結構ね、光って見えてるんですよね。まず一番いいなと思っているのは僕はマジックキャッスルでございます。やっぱりこの中でもいち一番、 ね、実績もありますし、戦ってきた相手も強い。まあ、正直、ね、周華賞でもデアリングタクトに迫ってる馬、言うともうこの馬ぐらいしかいなかったんじゃないかなと。うん。で、ビクトリアマイルもこれ強かったんでね、言うても3着、グランアレグリア強すぎました、強すぎたっていうのもあるんですけども、言うてもその中でも、えー、3着だったという実績、えー、がありますので、ここはね、ね下手、 下手な競馬はしないなと、俺は思ってますんで、マジックキャッスルは一番いいかなと思ってます。はい。で、えー、もうほんましゃっくり止まらんな、ほんまに。で、二番目にいいのがやっぱりこのクラバシュドールでございます。やっぱりずっとね、僕買い続けていってるんですけども、やっぱ前走もね、まあ、あのー、三着だったっていうこともあるんですけども、まあ、やっぱちょっと、えー、ちょ、 調子が上が上ってきているんじゃなないいかなっていうのがあるんですけどもなんか普通の時は夏謎場の方がいい感じがする馬まあや,やっぱ牝馬っていうこともあるんでねあのー、いいんじゃないかなと思ってます言うてもこの馬も能力絶対高い馬だと思ってますんでうんここは、えー、外しがたい馬かなと正直、えー、自分も思ってま思っております、まあ、16 0じゃなくてもね18でも能力を発揮できる、えー、強さを持っておると思って 思ってますんで、ここは、えー、戦六じゃない、じゃなくても走るよっていうところをね、見せつけていただきたいな、と思ってます。あー、しゃっくり止まらん、腹立つということで、最後、もう一頭が僕はこのシャムロックヒルでございます。え今、ヒュッて言ったでしょもう、しゃっくり止まらんのよ。これ、絆3区、えー、僕の好きな絆ンクであるんですけども、言うても、マーメイドス、 ステークス10番人気だから1着。そしてシャドウディーバにも買っております。クラベルにも買っております。まあその前がね、ちょっと14着とあったんですけど、その前また1着と。で、札幌でもね、これ函館でも走った経験もあります、ありますんで、まああの力のいる馬場でもこの馬は能力発揮できる馬だと思っておりますので、まあスタミナも十分。 えー、ある馬だだっっただなと思っております阪神、まあのね、えー、坂も登りきるぐらいですんで、ここは僕は信用してもいいかなと思っております。はい、めっちゃ簡単ですけども、俺、競馬 V、はい、シャックに止まって、ちょっと止まっていない競馬 V なんですけども、クラバシドール、そしてシャムロックヒル、えー、マジックキャッスルのこの3、三頭で十分じゃないかなと、えー、思っております。 もうこの3頭がかなり抜けてる気がしますので、えっうわーっと、ほんましゃっくりが止まらん。ということで、この3頭で、ね、生まれんワイド、えー、3連服も買うかなと思ってます。はい、ちょっと厚めに勝負いこうかなと思っております。えー、全然当たっていないんでね、ちょっとここいらで本当にね、えー、気持ちを切りか 切り替えて当たり癖をつけたいなと思っておりますんでクイーンステイクス気合入れていったのかなと思ってますんでよろしくお願いしますチャンネル登録コメント高評価の方もしよかったら一回だけでもしてねうわーということでじゃっくりが止まらんけどまたお会いしましょうまた会いましょうぶいぶいぶいまともに喋れんかったわもしよかったらね 説明欄の方に、えー、無料競馬サイトの方を貼っておりますので一度、えー、無料登録だけでもどうかなと思っておりますそして「オールマイティ」というゲームチャンネルもやっておりますのでゲーム好きな方見に来てくださいせっかくだからよツイッターとブログも見ていってくれよなマジでよろしくなフー